マーティン・ロット・ベルは、アメリカ合衆国の生科学者、内分泌学者、g タンパク質の発見で知られる。1994年、g タンパク質及びそれらの細胞内情報伝達に、関する役割の発見により、アルフレッド・ギルマンと共に、ノーベル生理学、医学賞を受賞した。メリーランド州ボルチモアに生まれる。1943年、ジョンズ・ホップキンス大学に入学。 生物学及びフランスの実存主義に興味を持つ。1944年第二次世界大戦のためアメリカ海軍の通信士として兵役に就くことで大学での勉強は中断した。1946年に大学に戻り、1949年に生物学で BS を受け取る。1950年に結婚、4人の子供を持つ。1954年 ワシントン大学から生科学の PhD を受ける。1954年から1956年まで、イリノイ大学アーバナシャンペーン校にて研究を行う。1956年、国立衛生研究所の一部である、国立心臓研究所の生科学の研究員となる。1985年には、国立衛生研究所の国立環境衛生科学。 研究所のサイエンティフィックディレクターに就任。1994年に引退するまで働く。1998年、長い闘病生活の末、チャペルヒルにて多臓器不全により死去。1960年代、計算機科学と生物学との間に、一般的な類似点が増加していくことにより、ロッドベルはコンピュータと生物の情報処理系が類似していると信じた。彼は、 個々の細胞が3種類の異なる要素、すなわち、弁別器、変換器、増幅器により構成された人工頭脳と類似していると主張した。弁別機、すなわち細胞受容体は、細胞外からの情報を外部から受け取る。変換器はその情報を細胞膜を通過させて処理する。増幅器はそれらの信号を増幅させ、細胞内で反応を開始させたり、 他の細胞へ情報を伝える。1969年12月及び1970年1月上旬、ネズミの肝膜の受容器上におけるホルモンの一種であるグルカゴンの働きを調べる研究チームにて働く。彼はアデノシン三ン酸がグルカゴンと細胞の受容器との結合を外し、細胞から引き離すことを発見した。その後、彼はグアノシン三ン酸が ATP より1000倍早く引き離すことに気がついた。彼は GTP が細胞の受要体からグルカゴンを引き離す要因であり、最初の実験では GTP が ATP の中に不純物として混入していたのではないかと推定した。この GTP が細胞内で強い代謝作用を持つグアニンヌクレオチドタンパク質の活性を刺激することを発見した。この G タンパク質の活性化が エールサザランドが理論付けたセカンドメッセンジャーのプロセスだと仮定した。シグナル伝達の言語では GTP により活性化された G タンパク質は変換器の主要な要素であり、弁別器と増幅器の間の重要な連結である。その後、細胞受容器に G タンパク質が付加されることにより、伝達の抑制と活性化をしばしば同時に行うと仮定し、後に証明した。 言い換えると、細胞の受容体はいくつかの異なるプロセスを同時に行うことができるほど精密であった。ありがとうございます。